盲導犬ってお座敷席も大丈夫なの？と心配に思う方もいますよね。私も畳を汚したり傷つけてしまわないかとお店の方から心配されたことがあります。では実際にどうやって利用しているのかお見せしたいと思います。どうぞこちらで靴を脱いでください。はい、ありがとうございます。ちょっとこの子の足を拭きます。はい、このように畳に上がるときにはパートナーの足を拭いてから上がるようにしています。飲食店のお座敷席だけでなく、靴を脱いで上がる場所は他にもあるので、タオルは常に持ち歩いているんです。こちら右側のスペース空いてますか？はい、お使いください。はい、ウィート盲導犬は私たちのそばで待機させています。このように敷物を敷いて、ここで待っててねと声をかけてあげれば、静かに待機することができるんです。畳の上を走り回ったりすることはありませんよ。ちなみに爪も定期的に切っているので、畳を傷つける心配はありません。このように盲導犬を適切に管理することがユーザーの大切な役割なんです。いかがでしたか？ご覧いただいたように、盲導犬はお座敷席でも問題なく利用ができるんです。畳部屋の旅館や靴を脱いで上がる病院も同じように利用しているんです。お店の方で特別準備をしていただく必要はありません。安心して受け入れていただきたいので、不安なことは遠慮なく相談してくださいね。